皆さんどうもこんにちは、山竹です。今回ですね、テクニカルダンジョンのドロッププラス卵のね、ドロップ率5倍の時に俺は今どこをね回ってプラスを集めているのかというものをお見せしたいと思います。僕はですね、今機械竜の巨大基地の上から2番目のダンジョンで回ってるんですけど、ここね結構いいスピードで回れると思いますよ。ではじゃあ早速モンスター選んでいきましょうか。はい、ということで、フレンドの設定が終わりました。こちらですね、ダルシュパーティーですね。このパーティーでなんかスキルを使いながらもう本当に敵をね蹴散らしちゃかしていく感じのパーティーになりますね。ダルシのスキルが光属性にだいたい30万のダメージを与える攻撃ですね。であとは攻撃タイプの攻撃力が上がるんで、適当に攻撃タイプの変換を積んでます。で、ハクは攻撃タイプじゃないんですけど、ボスでね敵を蹴散らしてくれるために使えます。でね、ハク実はねまだスキルバーじゃないんですよね。最近やっとアンケダンジョン来たんで、アンケダンジョン後に引いてたんで、ちょっと今ねチェイサーボックスにいっぱいいるんで、今回できればスキルバーにしたいなと思ってるんですけど、そんな余談を置いといて早速ねやっていきましょう。はい、さあまずは僕の場合は1回でスキルの変換だけ使ってダルシをまず使っていきますね。はい、で、1回2回はこんな感じでダルシで抜いていきます。はもう早速落ちました。さすがですよね。でまあこれ適当に盤面見るとこの左下のところも揃ってるんで、もうほんとスピード勝負なんでプラマラは、ここがもう適当にそれ以外の場所を動かしてあげればこうね敵を倒せるんで、本当にね闇1個消せれば絶対倒せるんで、もうそれだけ意識していきたいですね。こんな感じで、はい。で5バトルですね。ここは、敵がキマイラなんでちょっと強いんですよね。ここで僕はだいたい1個変換使います。1個変換使って2ウェイを使ってね抜いていきます。4個消しでねすごく火力上がるんですよ今の時代。まあ多分ご存知の方ももちろん多いかと思いますが、これで中ボスが抜けますね。でそしたらまああとは先ほどと同じように、8回までは抜いていきます。これね2コンボしないとね、たまにねなんだっけ、こいつ、この一番左のやつなんだっけ、こいつ。こいつがね、3体出てくるとね、抜けない場合があるんですよね。1コンボで、1コンボ闇1個だけ消すだけだと。なんで、ここは、だいたいね、2コンボで闇1個消すぐらいが、ちょうど、毎回ね、しっかり抜けるタイミングになっております、このパーティーだと。それはね、パーティーによって違うんで、自分のね、組めるパーティーと相談してください。はい、そこで、9バトルですね。ここも中ボスなんですが、ここはですね、こいつら名前忘れちゃったんだけど、2体出てきますんで、ここは、まず白を使います。白を使って、盤面を消していきます。で、盤面陣じゃないですけど、まあ、3色変換して、次に半蔵を使います。これで2色になりますね。あとは、ダルシを2体使えば、ここは抜けるんですよ。はい。まあ、こんな感じで適当に抜いていきます。で、ボスなんですけど、ここはね、そんなにね、ここのボス強くないんで、列が1個できてればいいんですよ。で、ここ今、盤面見ると、上から2列目が、青1個だけじゃないですか。闇以外が。で、これを1個移動させてあげることによって、これだけで、ボスが倒せるようになっております。はい。と、まぁ、こんな感じで、本当今日はドロップ率が 1.5 倍じゃないんで、あれなんですけど、テクニカルダンジョンの、プラス卵のドロップ率5倍、プラス、この、テクニカルダンジョンの普通の卵のドロップ率 1.5 倍とか2倍の日は本当にプラスもうじゃらんじゃらん落ちますんで、僕の中ではおすすめですね。ぜひね皆さんもいっぱいプラス集めていきましょう。ちょ一回ねここで自分が今どれくらいプラス持ってるかだけちょっとお見せしたいと思います。はい、ということで、ボックスをねプラス順に並べてみました。297が4列目に今突入したぐらいですね。297が17体と、まあ適当にプラスちょこちょこ振ってるモンスターちょこちょこいて、合わせると大体5400ぐらいですねプラスが。まあなんかね昔と違ってね泥率あじゃあの卵プラ玉5倍がよく来るようになったっていうのと、プラ玉ゲリラが出たことによってだいぶプラス集めやすくなりましたよね。ほんと昔はなんか2971体作るのに1ヶ月とかかかってた時代もあったんですけど、最近ほんと1週間とかあればもう本当ねぶっ飛んだ話すると1日でこう297作れちゃったりもする時代になってきましたね。自分ね297振るのを楽しみにパズドラやってるって言っても過言じゃないぐらい
あの297作るのは好きなんで、ハイパーのモンスターですね。すごく嬉しいですね。はい。とまあそんな感じでいいでしょうかね。まあボックス紹介はまたそのうちやろうと思いますので、600ランクくらいになったらね、ランクもねだんだん最近結構上がるダンジョンがいっぱい出てきたのはすごい嬉しいですね。はいはい。あとね、最近ちょっとね学校が忙しくて割と動画更新できてないんですよ。なんかよくね毎回動画の時言うんですけど、結構まあ更新頻度遅くなっちゃってるんで、すごい申し訳ないなと思います。本当すいません。でツイッターの動画投稿とかのお知らせアカウントを作ったんですよ。普通に自分がつぶやいたらアカウントとは別に、そちらよろしければね、完全フォロー返しするというアカウントなので、ぜひねフォローしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。詳細は下に貼っておきますので、よろしくお願いします。はい、ということでまあ今日はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。またね次回の動画で会いましょう。それでは。